さんガーシーさんなんか独自のやってるらしいですねすごいですね、まあ、3万人もいるんだったらまあ何とかなりますね <laughs> まあ実際ねあの投票した人もいるわけですからねなのでまあまあ飯は食っていけんじゃないですか <laughs> まああとはその今既存のファンに対してどういうふうな弁解どういうふうな発信をしていくのか結局まあ発信活動を続ければ まあ、そののファンの方を維持するることある程度、まあ、もちろん今回の件で離れる人もいるだろうけども逆を言うとうーそのファンの人からすると、まあ、日本の,そのやり方政治のやり方がどうなのかっていうところもあるだろうしなんでまああとはガーシーさんはどういうふうにやっていくかですよねまあ,あ発信をやめてしまったらねあちょっと難しいですけどね媒体メディアがなかったらうーん だけど発信すれば、まあその、ね、どういう構造か分かんないですけど、その、まあ毎月課金してるのか、課金してないのか、広告収入なのかしな、収入じゃないのか分かんないですけど、まあ、とりあえずガーシーさんもお金はずっと稼いでいかないといけないと思うんで、発信は続けるでしょうね。だからこれからのガーシーさんのその発信活動がどうなっていくのかっていうところが、まあ注目じゃないですかね、今後の。うん。まあだから続けていけば、多分、 逆に5年後十五年後またなんか、立候補するのかなわかんないですけどね。ほとぼりが冷めたら。うん。いってらっしゃい。